2月7日の1時ですね、深夜1時からお届けする、アサピのピアノプラネタリウム30分番組になっております。あれこうかな、どんな感じな、ラジオに出来上がっていくのかっていうのをこの4月6日の第1回で、皆様にお話ししようと思っておりますので、ぜひお聞きください。で、第2回以降はですね、こういう形で、先にね、あの予習ということで動画を出していきますので、ぜひ皆さん YouTube チャンネルとラジオ番組両方楽しんでいただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、この間の第1回の収録がどんな感じだったかを皆様にちょっと先出しでご覧いただこうと思っております。それではどうぞ。めっちゃ寒い、無理この一番冒頭のアサピのピアノプラネタリウムっていうところから、さっきのあの音楽流してほしい感じなんですけど、プラネタリウムって感じになったら一番いいなって感じなんですけど、それあのなんだろう、リバーブ深めにそこだけかかったりしますか？しますか？リバーブかかります。でも全部にかかるのでみんな黙っといてねっていう感じです。はい、ここからはですね、実況中継を画面を見ながらしようかと思います。今なんか一生懸命メッセージを読んでいますね。あれなんか私がめっちゃ笑い出しましたね。これはね、多分メッセージの中で強烈な一打があったっぽいですね。その後、席から立ってピアノに向かいました。これね、普通の机の上にピアノ置いてるんで、あの椅子座りながらやとね、もうどうしようもないぐらい高すぎるんで、立って弾くしかなかったんですよね。なんかめっちゃ弾いてますね。なんか悩んでますね。このね、悩んでる感じのやつとかね、このラジオ第1回目の放送にね、多分ちゃんと載っていると思うので、ぜひ見ながら、あ、このシーンかと思いながら聞いてください。じゃあどうしようかな。はい、いただきました。すいません、ありがとうございます。こんなんで大丈夫ですか？やっぱ、うん、あの結構盛りだくさんになったので、はい、こんな感じでですね、ラジオの収録は、やっていくことになっております。第2回以降もね、こうやって頑張って番組を作っていきますので、ぜひ皆さん楽しんでいってください。それでは第1回放送お楽しみに。